資金調達をして毎回なかなかうまくいかないっていうのをやりつつ、本当にこれいけるのかなみたいな、寿命をつけるまでいけるのかなみたいなのが分からなかったっていうのは結構つらかったなってところがありましたね。どう役割分担をつけていくかってまた難しいんですけど、あんまり役割にとらわれずにやるべきだって、やる覚悟がある相手とやるべきだっていうふうに思います。日本の場合はやっぱり、まあ、これも別にあの良し悪しっていうか絶対に何があかんっていうわけじゃないんですけど、ベンチャーエコシステムがなんだかんだまだ未成熟な部分っていうのはあるなっていうふうにも思ってまして、日本のベンチャーエコシステムってもう経営と所有の分離だったりとか、はい、株式会社っていう概念がまだ結構難しいんだなっていうのは、例えばなんか最近だと表明保証違反に対して経営者の買取義務をつけるかみたいな、あの議論もすごくあって、 あれもいくつかの VC さんが個人の買取義務っていうのはまあつけないべきだみたいな話になって、あれすごくそうだなって思うんですけど、あの時の議論で思ったのは、あれって会社が買取義務あったりとか会社が賠償責任を負うのって会社と VC の契約なんて当たり前だと思うんですよ、うん、そこの区別ついてない人結構いるんだなっていうのがあって、うん、なんか個人と法人で違いますよ。そう個人と法人の区別がついてない人結構いるんだなっていうのがあって、あれの論点ってその会社が買取義務あるとか会社が賠償責任義務あるのは、まあ、当然っちゃ当然、問題はそれを個人に負わせるべきかどうか、うん、取締役として会社法で定められている義務よりも増して個人に負わせるべきかどうかという議論なんですけど、うん、そもそもなんか会社と個人のがなんかごっちゃになった議論っていうのはすごくあって、うん、なんかまあ日本ってそういう節がすごくあるので、その会社始めたからにはその個人で保証するのが当然だし、潰れちゃいけない、潰れたら個人が自己破産しなきゃいけないみたいな、うん、でそんなんだってさっき申し上げた US のなんかとりあえずやってみてで失敗したら自己破産みたいなのがありえないじゃないですか。失敗しても別に株式会社なんだから有限責任だよねっていう話でしかないっていうのが、まあ、どれぐらい浸透してるかのレベルっていうのは全然違うな、まあ、これがアメリカみたいな多産多死のハイリスクな事業をやってみてダメだったら、まあそれはもうそれはそれでリスク取ってやったんだから仕方ないよねっていう風にならないっていう原因だなっていうのをすごく感じましたね。確かに何か海外、東南アジアも含めて会社が潰れても起業家は失敗しましたみたいな感じでこう投資家になんかちょっと一言報告してまた新しい事業を立ち上げる、結構さっぱりではありますけれども、それによってどんどん新しいイノベーションが作られてくるっていうことはありますよね。それはありますね。で当然やっぱり経営者だし、まあ一般論として経営者会社潰れたら株主にはものすごく責任を負うっていうのはそれは間違いないので、それは一定の責任を負うべきだと思うんですけど、まあ一定の責任に限られるべきかなっていうか、経営者の人生を破壊しなきゃいけないみたいな、結構あの時なんかそういう論調の話もあって、会社が潰れたら経営者の家庭が自己破産して崩壊するのは当たり前だみたいな議論、まあ、結局会社あの個人に保証を忘れてそういうことでもあるので、そうなんだみたいなのもあって、そういうのってアメリカでは多分全く理解されない議論なので、そういうのなくなっていくといいなっていう、今なくなりつつあるので、すごくいい方向性だなっていう。ちなみに起業家になりたいって起業家を志したのってなんか覚えてる範囲でいつぐらいだったかってありますか？なんとなくやってみたいなと思ったのはその就活の時ぐらいですかね。就活の時に技術を何かしら世に出すっていうことをやってみたいなっていうのにちょっと思い始めて、その後マッキンゼーで働く中で、まあ、結構その思いが強くなっていって、まあ、起業家やってみようっていうふうになってきたっていうふうなイメージになってきますね。そしていよいよマッキンゼーさんを退職されて起業に踏み出すっていう時に今の事業領域にテーマを絞ったんですよね。これってなんかどういった背景があったんでしょうか？そこでもそんなになくて、起業する時って私、まあ、成功する確率 5% か 10% ぐらいだろうなっていう感じで始めて、正直そんなにちゃんと市場調査とか、まあ、それはもうちょっとちゃんとやった方が良かったなって今では思ってるんですが、ちゃんと市場調査とかちゃんと技術調査とか先行研究調査とかそんなにせずに始めちゃったっていう感じで、まあダメだってやめたらいいしみたいな。これがまさに先ほどおっしゃっていた0 to 1の世界で、これがもしうまくいったら世界変わるっていうそういうテーマだったから選んだっていうのもあったんでしょうね。そうですね、方向性が正しいだけでしたね。つまり細かいところは分からないし、やってみない、まあそういうのって、まあ、万事そうで飛び込んでみないと、例えばどの技術が本当に筋がいいのかとかって分かんないし、分かんないんだけど、ただアディティブだったりとか、アディティブで、まあ、足し算の方法でその材料がすごく少なくて済むっていう製法だったりとかで、こういうものは2014年時点で、まあ、そんなにまだ言われてなかったものの、今後そのまあ、地球の人口も増えていってその環境の問題っていうのも大きくなっていく中で、まあこっちの方がなんとなく全体の方向性としてはいいんじゃないかなっていうのがあって、細かいことは分かんないけど、とりあえずなんとなく良さそうな方向性、しかも既存からちょっとだけ改善するじゃなくて、既存のその方法を180度転換するって方法でもあるので、なんとなく方向性正しそう、かつその技術的に180度変わるような大きなパラダイムシフトを起こし得るっていうので、詳細あんまり調べてないし分かんないけど、やってみるかで、ダメだったらやめたらいいしみたいな感じで始めたっていう感じですね。まさに今でいうディープテック
ック、当時そういう言葉なかったかと思うんですけれども、ディープテックって一般的には初期にお金が結構かかる、まあ、かなりかかるというふうに言われるじゃないですか。でおそらく初期投資がかかっていたのかなと思うんですけれども、その最初のこう創業期にどんなことにこう留意して取り組まれていらっしゃったんでしょうか。これは結構難しくて、その、まあ、当時あまり私もうまくその辺できなくて、当時もなんていうかいろんな手段を使ってまず自分の生活費を減らすみたいなことだったりとか、お金もまあエンジェルからちょっとずつ集めたりとか、いろいろな方法で本当に数百万とかいう単位で集めたりとかして やってたんですけど、今もうそういう時代でもないかなっていう感じもするので、うん、あ当時と今とはまた違う、はい、今また違うと思いますし、どっちかというとディープテックって一般的にやっぱ平均年齢も比較的高くて家庭があるケースも多いと思いますし、そういう昔のビューでみたいなことをなんか真似しない方がいいかなっていうのもあるので、うん、まあ、今だったらもうちょっとちゃんとビジネスプランちゃんと練って、ファイナンスを最初にやって、まあ、シードである程度調達をして、まあ、それなりにちゃんと生活できる状態にはしてやった方がいいだろうなとは思いますね、うん。当時はある意味こう試行錯誤しながら共同創業者の方と一緒に資金調達しつつも、受託とかってされたんですか。ずっと本業やってた。そうですね、受託的なのはほとんどやってなかったですね、うん、はい、本当に資金調達をして資金調達してって感じでしたね、うん。もうずっと去年は R&D ですね、はい、そうですね。その期間が市場に製品が出されるまで 6年でしたっけ、はい、聞くからに大変だと思うんですけれども、なんか一番こうハードシングスみたいなところで6年間の中にどういったことがありましたか。ハードシングスっていう点では、まあ、いっぱいそういう意味ではありますけれども、やっぱり一番やっぱ本当お金がやっぱりなくなっていく中で、その研究開発を進めていくんだけども、その研究開発って見えないんですよね、進捗が。特に結構多くの研究開発の分野でそうだと思うんですけど、例えば我々の分野とかだと材料の組み合わせとか、これとこれ組み合わせたら、例えば何でもそうですけど青色発光ダイオードもそうですけど、あれもなんとかなんとか組み合わせで無理だと思ってた組み合わせをたまたま試したらできたみたいな、うん、まあ、たまたまって言うとちょっと言い過ぎですけど、でも結構やっぱ正直最後たまたま組み合わせ見つかったみたいなところってやっぱ研究開発においてはあって、我々もそういうのもあったので、うん、つまりたまたま見つかるまったらできるけど、見つからないとできないわけですよ、当たり前の話言いますけど。でそれって明日見つかるかもしれないし、5年後かもしれないし、まあ、20年見つからないかもしれないっていうものを探し続けるものでもあるので、もちろんその方向性として研究者って別にそんな総当たりでやってるわけじゃないので、なんとなく仮説を立てて、まあ、こっちの方向性なんじゃないとか、こういう材料が効いてるんじゃないかとか、こういう原理が効いてるんじゃないかっていう仮説立てていくんですけど、それってなんていうか道しるべになりつつも、そのゴールが10キロ先なのか5キロ先なのか100メーター先にあるのかっていうのはそんなにやっぱ分からないっていうのもあるので、だから資金調達をして、毎回なかなかうまくいかないっていうのをやりつつ、本当にこれいけんのかなみたいな、寿命尽きるまでいけんのかなみたいなのが分からなかったっていうのは結構辛かったなってところがありましたね。そしてブレイクスルーが起きたのがやっぱり何か組み合わせが見つかったっていう、まあ、そうですね。2014年に起業して17年かなに基礎的な製法をある程度確立して、まあ、ラボレベルでちょっと作れますよぐらいにの感じになってきて、ほんで2017年に5億ぐらい資金調達をして今の本社を作ったんですよね。で本社で、まあ、ちっちゃい、まあ、ラボよりちょっと大きいかなぐらいのラインを作れますよっていうような、で本当にまあ本当に量産っていうスケールではないんですけど、ちょっとしたスケールで物が作れますよっていう風なものを構築して、うん、ほんでそれである程度ちっちゃいスケールだと物できそうだし、あとそこで作ったものが一応お客さんから品質とか耐久性的に問題ないよっていうのがある程度見えてきたっていうことで、2019年にもう一回18億円かな、はい、資金調達をして3000円ぐらいの大きい工場建てますよっていうことでやった。全体の研究開発の流れを言うと、2014年に創業して最初は結構迷走して、あのいろんな技術も試したし、まあ、当時だから耐久性がすごくなかったんですよ。で本当に1週間とかしか使えませんっていうもの で1週間しか使えないものでも何か用途はないのかみたいなところで結構迷走しましたというのが最初結構あって、2017年に一応手元である程度これでいけるかもみたいなのができてきて、2019年にじゃあある程度そのラボっていうか小規模なラインでできるようになってるんで、じゃあ大規模なライン作るんで資金調達しますっていうのを2019年にやって、2020年に工場作ってっていう、そんな感じですね。潜ってる期間もすごい大変だと思いますし、あともう一つその共同創業者の方とずっと二人三脚やってらっしゃるってめちゃくちゃすごいなと思うんですけども、共同創業者の方はどちらで出会われたんですか。共同創業者はこれも東京大学の人でして、一番最初はオンラインゲームになるかなと思うんですけど、私あのオンラインゲーム あのニコニコ動画とか YouTube での実況をずっとやってまして、うん、まあ、そこで私が実況してたところに入ってきたんだったかなっていう、うん、たまたま入ってきて、うん、まあ、そこから経由で、まあ、あのオフ会とかもやったりして、その中で仲良くなってみたいな、うん、確かネットオフ会で知り合ったみたいな、そんな感じですね、うん、まあ、そこからだったんですけど、彼はあのこの会社をやる前にもちょっと別の、まあ、スタートアップって言っていいか分かんないですけど、なんか起業していて、うん、ほんで私は逆にその
起業の経験っていうのはなかったので、マキンゼー辞めて起業するときに、もう起業の経験もある彼に一緒にやんないみたいな感じで話してっていうようなつながりですね。あの研究開発のところでどういった役割分担をされてらっしゃったんですか？でも当時はもう研究開発が必要ってなったら両方とも研究開発しましたっていう感じですね。これは本当に重要な部分だとも思ってまして、コーファウンダーとの役割分担って正解ない話ではあるものの、自分は営業しかしません、この人は技術開発しかしませんみたいな感じでコーファウンダーとあんまりそういうふうな役割分担をしちゃうと難しいなっていう、うん、その時々に応じて必要なことをやる、まあ、特にアーリーステージの時はそう、はい、うん、でそこからスケールアップした時にどう役割分担をつけていくかってまた難しいんですけど、あんまり役割にとらわれずにやるべきだって、やる覚悟がある相手とやるべきだっていうふうに思います。そこが本当に大事なところだと思いますけども、これうまくいかないからやめようみたいに思ったことも、あ、そういっぱいありましたね。まあ、すんごいありました。そうですね、すんごいありました、うん、毎回だから資金調達のたびに、まあ、今回も調達できなかったらやめるしかないよねみたいな感じでやってました。まあ、でもそういう意味では私も最初起業する時も、まあ、ほとんど失敗するだろうなと思って始めたので、まあ、そういう意味では辛っかったけども、物が作れるようになる前の6年間っていうの もう全く進捗がなかったわけじゃなくて、やっぱりやってるうちにある程度こっちの方向性に解があるんじゃないかっていうのが見えてきたっていうのもあるし、そのまあお客さんと話す中で具体化されてきて、まあ、このぐらいのスペックを満たしたら使ってくれるんだなっていうのが分かってきたっていうのもあるし、いやでももうさすがにやめようかなと思ったことはもうすごいたくさんありますけど、まあ、そこでもギリギリやめずに済むぐらいの進捗はあったって感じですかね。深掘りしたくてしょうがないんですけど、あのじゃあ最後その研究会のところで一つだけなんですけれども、なんか資金調達ってやっぱりこう不可逆とかって言うじゃないですか。今だったらこうしたかったとかって、なんかそういう後から振り返って思うこととかってありますか？今だったら、まあ、そうですね、資金調達は不可逆っていうのは、まあ、確かにそうなんですが、まあ、でもとはいえ仕方ないみたいなところがあるので今だったらもうちょっとうまくできるだろうなっていうのは思いますね。これはある意味そのディープテックのスタートアップをやる皆さんというか、まあ、やられる方がいたらそれはぜひ考えてほしいなと思うんですけど、ディープテックってそのどうしても技術にフォーカスしがちなんですけど、でも技術が重要だからこそ、そのビジネスサイドというかどういう事業計画を立てるかっていうのが実はすごく大事だなって思ってて、なんかそれが私は最初の頃全然できてなかったなっていうのを思ってました。でそれは何を言ってるかっていうと、どうしてもですね、私もその元々技術者研究者派だっていうのもあるので、やっぱり技術開発をここまでやってっていう形で思いがちでもあるんですけど、本当はやっぱり逆の方が良くて、この分野でも、まあ、売ってから開発するというか、うん、お客さんと強いニーズがある分野っていうのはここで、ここでこのスペックまで達することができたらこれぐらいの需要ありますっていうのが分かってからそれを向けて開発するっていうのを、まあ、やった方が、まあ、結果的には良かったなっていうのをやっぱ感じてます。まあ、そうすると開発方針も明確になる、寄り道しなくていいし、まあ、資金調達も当然 VC からしてもお客さんがある程度、まあ、ここまでいったらこれぐらいできるんだねっていう見えてるとやりやすいっていうのもあるし、まあ、その辺はむしろビジネスサイドを固めに行きながら開発や調達をやった方が良かったなっていうのは今だったらやるなっていうのは思いますね。まさにいろんな観点ありますね。今よしあしというわけではなく、この技術だったら世界変えれるっていう視点もあれば、まあ、お客さんのニーズがあるからじゃあそれ開発するっていうこともあると思いますし、難しいですよね。自分自身として 何を成し遂げたいのかっていうところによるんでしょうかね。どっちかというとこの技術が世界変えるっていうのはまあ分かってても、そのやっぱその具体化の部分っていうか、だいたいそのこの技術が世界変えるって言った時に、その技術の全体の方向性とか基礎技術はあっても、それをじゃあ具体的にどう実装して、どういうスペックで、どういう耐久性の基準とか、何を満たしたらどれぐらいのコスト構造でどれぐらい売れるものなのかとかいうのって結構わからないものでもあるじゃないですか。そこを結構固めにいった方が良かったなっていうのもあるなっていうふうに今では思ってますね。やっぱカルチャービルディング、その会社の文化を作っていく、まあ、ウェブにも公開してるんですけれども、ルールはもちろん作るんですけど、そのルールよりも可能な限りカルチャーを作っていく、めちゃくちゃチャンスですよ。これはね、本当日本にとっては100年に一度のチャンスだと思いますね。そのポテンシャルにみんなそんな気づいてないっていうのもあるし、記憶が増えていくことがすごく重要だなというふうに思ってます。